はい、皆さんこんにちは、サーシャキャナです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。そして、たくさんのコメント本当に励みになってます。ありがとうございます。あといいねとかねくださって、ちょっとずつ減ってきてますが、はい、でも私は楽しくねやらせていただいております。ね、お一人でも喜んでいってくだされる方がいらっしゃったらこれ幸いって感じでございます。ちょっとね、前回の、入りがね、私のギャグ戦になったんですけどね、あなたは天使を信じますかとか、あれがちょっと笑いと分かってらっしゃらない方が、いや 笑いと思ってたけど、いや笑ったら、書いたらダメなんかなみたいな感じのがなんとなく伝わってきてましたみたいな感じで、はい、でもね、今日全然違うタイトルです。はい、本日、ただいま2022年9月19日、ですね、月曜日ですね。はい、本日のタイトル、ご先祖様からのメッセージ。はい、明日9月20日から9月26日まで、9月20日か明日ね、お日帰りで、中日が、春分の日が、ございまして、9月の26日にお彼岸明けとなるということで、いろんなカード、ね、懐かしい、これね、2年ぐらい前ね、多分私お彼岸、ご先祖様からのっていうタイトルで、似たようなタイトルで撮った記憶があるんですけどね、恥ずかしくて見れないんですけど、自分で過去動画ね、はい、笑うとこです。でこちらがね、本当に天国の方と会話ができるっていう、これを使って、これと1、2、3、4、5、6、6デッキ。で、これね、これも懐かしい、2年ぐらいに買った、すんごい綺麗なカード。これを選択肢にね、使おうかなと思います。はい、では早速、やっていきまいります。あ、音玉。はい、では、クリスタルシルバーマジックヒーリング。ね、明日お帰りになってこられる皆様方の、私たちの先人、ご先祖様軍団たち、ようこそお帰りませ。はい。代わりに私が伝えます。はい、ありがとうございます。では早速ね、こちらで選択肢ね、 ABC さん出していきたいと思います。はい、私は皆様方のご先祖様とつながります。はい、こちらは A、 こちらは B、C のご先祖様、はい、ではもう今日カードのみで、決めていっていただこうかしら。はい、ではオープンします。まず A の方、うん、これよく弾いてました、最初の頃。はい、見えるかな、はい、こういうカードです。こちらが A の方です。では B の方、あ、どっちも横だ。はい、 B の方です。はい、では C の方。お、すごい、すべて横だ。全部横のカードじゃないんですよ。はい、ではすごいな、これもすごいな、はい、これでね、気になったカードを決めていってみてくださいませ。守護、あなたたちの
ご先祖様を今日呼びます。よろしくお願いします。ね、上手に伝えれたらいいんですけども、はい、では決まられましたでしょうか。ではいつものように早速左から見ていきたいと思います。どうしようかな、これ昔みたいに初期の頃のように、懐かしい初期に使ってた頃のカードだから、こう並べていきますね。まず A 選んでくださったかの、これね、守護霊様、守護霊様じゃない、ご先祖様があなたに伝えたいこと、これね、はい、 C、 これちょっとね、ガイドブック読みます。読んだ方がね入ってきやすいと思う。これは A ですね。こちらの方に入ってるかな。はい、A、 じゃあ B、 早い、はい、 C ですね。こちら、はい、 A の方です。お願いします。 A の方へ何か伝えたいことがあれば一言ね、これ載ってるので、フレーズがね、ちょっとそれで見ていこう。これね、 A の方、はい、では引き続きまして B の方へ移行します。これか、はい、ではこちら C の方です。お願いします。これね、はい、分かりやすかった。はい、あとはこちらですね、女神の方、これもね、なぜか分からないけど出しちゃってるから、なんか意味があるんでしょうね。 A の方です。お願いします。 A の方です。はい、B の方でございます。この辺で暴れるな、これね、はい、ああ、こうすごいカードがこっち側で飛んだ1枚 C この方へ、これね、で最後ちょっとこちらと似たような大きさのね、海外のカードでございます。はい、A の方です。お願いします。 A の方へ伝えたいこと、これですね。はい、はい、A や B 選んでくださった方のご先祖様がずっとずっと家系図とかがね、お家にある方、ずっとねパソコンとかでねルーツ辿っていったら楽しいですよ。は、全部にこの自分の名前が入っていたりとか、兄弟の名前が入っていたりだとか、うわすごい食べて起きたけど、これは違う、あ今現世で、あこの名前の人、養女にご先祖さんもらってたんだとかね、分かることもあると思います。はい、で、最後こちらでね、いつもの結構ちょっと今日昔のやり方ですね、2年ぐらい前に、これで、ご先祖様からあなたへの一枚の一言、今あなたへの勇気への何か一言いただきたいと思います。はい、では早速、どうしてたんだろうね昔は。はい、こうちょっと重ねますね。左の A さんから、相変わらず A さんから見ていきたいと思います。じゃあちょっとこんな感じで B さん、じゃあごめんなさい、 C さんと B さん、こちらが B さんね、こちらが C さんね、写るのは嫌ですよね。
はい、ではこちらね、はい、A 選んでくださいました。このカード選んでくださいました方から読んでいきたいと思います、というかリーディングしていきたいと思います。ご先祖様からのあなたへのメッセージです。はい、これはねガイドブック拾って音読しますね。わーすごい。はい、これねなんかもう英語わかる方ね、ハグしてるなってね、読みますね。はい、もう早速、メッセージでございます。ご先祖様から、はい、多くの愛する人たちに迎えられましたということです。はい、安心してください。私は一人で旅立ったわけではありません。私たちは一人だけで物質世界に生まれたり精神世界に入ったりすることはありません。私は親類や友達、そして会うことを予期していなかった多くの人たちに迎えてもらいました。天使たちと風をもたらしてくれるスピリットガイドに迎えられた私はこちらで生き生きとしています。すべてが素晴らしく、すべてが純粋です。先に寄せられている愛の大きさを言葉で表現するのはできません。何もかもが自然で、自分が深く愛されていることが実感できます。物質世界にはなかった感覚です。こちらに来たとき素晴らしい再会がありましたと、はい、自分の一番良いところが明らかになる世界です。まさに天国そのものですっておっしゃってます。多くの愛する人たちに迎えられましたということで、素晴らしい、よかったですね、ご先祖様から。ではこちら見ていきたいと思います。あなたにすごく感謝しているよって、ほら Thankful、 あなたがポツンと流した涙一つ、あなたが労働してポツンと流した一粒が何か違う形のエネルギーとなって、あなたのご先祖様にいい意味で展開で、何かそのあなたのエネルギーが涙の一つ、汗水垂らした汗と水が、汗が何か素晴らしい、向こうでは食べ物に変わったりね、お洋服に変わったりね、何かそういう統治交換みたいなことがあるんだよって言ってるような気がします。はい、これすっごい出てくるな。これはね、あなたはね、自分を認めなさいって言われてます、ご先祖様に。これね、本当に私も今日3回ぐらい出たんですよ。ずっとこればっかり、このカードで。あなたはね、すごく才能もね、美点もものすごくある方なんですよ。それご先祖様がずっと分かっているの。で、あなたはどうかそれを人にね、出る杭って日本って結構打たれてあったりするじゃないですか。海外だったら結構なんか大きなオーディションでバーンと引き抜きがあったりとかあるでしょ。もう日本ってね、やっぱ狭い国だから、こう出る杭はこう打たれちゃう。でも負けるなって、頑張れって。あなたにはものすごく才能と、私たちが送った DNA がいっぱい詰まってるから、あなたにね、これは思いを馳せてるというより、あなたに期待、あなたに期待されてますよ。ずっと見てるからって、頑張れっていう感じです。この丸い輪っかもね、あなたにはとても才能がある。人に杭を打たれるんじゃなくて、もっともう抜きん出ていいっていうことを言われてます。はい、はあ、でホームか、はい、ちょっと拝見します。それでね、
あなた単純に家がお好きな方じゃないかななんて思いますね。でお料理が好きだったりね、シチュー作ったりね、デトックススープ作ったりだとか、なんかほっぺたのチークがすごく気になる、なんだろうこれね。ちょっと言葉を拝見しますね。ああこれはね、あなたの家の状況とかは引っ越しや、居住者の健康的な変化によって改善されていますっていうことですね。あなたの家の状況はね、お引っ越しや、ま、住んでらっしゃる方の健康的な変化によって、ま、チェンジ改善されていますよって、安心してくださいって感じですね。お家でゆっくり安心しておきなさいってご先祖様から来てます。おめでとう。ゆっくり あなたのおかげで、ね、あなたが健康的な食事とかを作ってあげることで、家族の皆さんがお一人でもね、もしかしたらお一人だったら自分の体の健康とか最近それに目覚めたとかね、やっぱり自炊にしようとかなって野菜も取ろうとか、でもあなたが、まあ、引っ越しされた方もいるかもわかんないですね。中には引っ越しされて、それはそれでいい、すごくあなたのおかげで環境が整ったよっていうご先祖様から言われてる。はい、これちょっと見てませんでした。これ見ますね。初めて見るカードです。わあ、なんか綺麗ね。これはどんなんだ。月が、新月が出てて、すごいアゲハがいっぱい、アゲハチョウなんかいっぱいいてる。すごい綺麗な。ウィズダム。ああ、知恵か、H。あのね。これがね、すごくもう本当にご先祖様だと思うんですよね。父方ですよね。こちらの方、おそらく。いつも言うんですけど、結構母方の方がこういう、霊感とかはね、結構、DNA とか遺伝とかには残るんですけどね、こちらの方、父方のね、おじいちゃまとか、おじいちゃん、まあ、健在だよって言ったら、もっともっと先代の、でももっと古い感じの方ですよね。男性のね、ご先祖様が、やっぱりあなたにこう、なんだろうこれ、蝶の標本とか好きでした？変化変容の蝶というよりも、なんか、本当に蝶、虫が、昆虫が好きだったりとか、このご先祖様がね、で、あなたにも何かこの絵柄に一つ映ってますので、映ってるので、月、お星様、まあちょっと薄いけどこっちを木ね、で山で、まあ目立つのは蝶で、これお洋服が好きっていうのを考えれるね。で、まあ動物もちろん出てるから、動物ですごいな、これ。海も、海のも、あ、これ赤ちゃんで着る方もいらっしゃるかも。すごい。貝殻から赤ちゃんが、胎児が、ぶわー、天使が出てきてる。独特ですね。わあ、でもこれ、ろうそくともされてるから、で、ハープ弾いてくれてるし、あなたのご先祖様、すごい高貴な方なんですよね。おそらくこれは。パープルだし、なんかボートこいたりとか、結構先代何代も前と思う。こちらの方すごいなんか狩りもされてきたような感じするし、なんせ H っていうね、蜘蛛の巣のとこにはこれ鳥魚もいてて、なんか村長の長老って感じですね。村長ですねの長老みたいな感じの、結構お古い方が出てこられたかと思います。で、言葉はウィズダム、君に、私もうこれご覧になってくださった方が男性でも女性でも、ここ女性寝てますけどね、寝ることもいいんだよ、寝るときは寝たらいいんだよ。もしかしたら赤ちゃんこうやってスルーッと
エンジェルみたいな赤ちゃんがヒューッと生まれてくるかもわかんないし、なんかねすごいね、こういろんな光景が、何か見て思いつくものがあれば、でもこれは本当長老の方が出てこられたかと思います。はい、じゃあ今日はねすごく簡単であれなんですが、こちら A の方にのご先祖様お願いします。 A の方のご先祖様、こちらの方に、あーすごいめくれてる、ごめん、これちょっと一回直すね、申し訳ないでございます。なんでこんなことになってたんだ、よいしょ、申し訳ない、これ大丈夫かな、はい、失礼しました。はい、では改めて A 選んでくださった方のご先祖様、これね、いうこと、はい、あ、シミュレーションしてくださいと言われてますよ、何かアクション行動してって、なんかシミュレーションしてくださいって、もう一枚ちょっと引こうかな、バックカード、光、よく出てくるな、これも最近、光シミュレーション7番、33、なんか思いつくことありますか、このブルーの濃い色、藍色ですね、シミュレーション光、あなたに光を与えてるけれども、これはアクション行動なんで、ニュートラル、これなんか落ちたね、これ見ましょう、クリア、これもニュートラルに、一回クリアにしなさいって感じなんかな、ここがね本当に自分の才能、あの人に何を言われようが自分の才能っていうのをちゃんとはっきり意思表示するんだよって、で、あなたにすごく感謝をしているよって言ってるからね、これもザ・シール、ちょっと見せてね、あのね、将来の見通し、決定事項とか、まあ先見者ですって、だからまあこれ持ってるのがね、これほんとよく最初の頃出てきてたんですけど、何かあなたはね見つけることがある、何でしょうね、あと教えてください、先見の明が、明があるとかの先見ですからね、何か見つけることがあるかもわからないということで、7番、シミュレーション、そして光、そしてクリアにすること、これなんだ、おめでとうって言ってる、祝福が来るよこの後に、ブレッシング、はい、ということでした。ではこれはちょっとこっちに直します、適当に、はい、では1番じゃなくて A の方、ありがとうございました。今日はちょっと本当短いリーディングになるかと思います、ありがとうございます。はい、では引き続きまして B 選んでくださった方見ていきたいと思います。選択肢のカードはこちらですね、はい、はい、B 選んでくださったこちらのカードの選んでくださった方見ていきたいと思います。では、1枚目こちらの天国と喋れるカード、これはご先祖様から直にあなたに、必要なメッセージが、ガイドブックから拾いますね、まあこれもよく引いてたな、 We will be together again、はい、ちょっとこれ読んでみますね、はい、読みます。こちら。また一緒にいられる、ごめんなさい。また一緒にいられるようになりますって。
はい、私たちの魂は共有する使命や物質世界でやり残したことを通じて結びついています。だから私たちは一緒にいる運命にあるのです。今私は物理的ではない形であなたのそばにいて、ガイドとして、そして愛すべき仲間として存在していますと。神や天使と全く同じ導きをもたらすことはできませんが、あなたを助け、守り、変えることはできます。人生が完結するとき、私たちは魂になって再会することができます。そしてそのとき、あなたは私が精神世界について話したことを思い出すでしょう。死を恐れることはありません。あなたは自分に与えられた使命を担うため、人生を全うしなければなりません。タイミングが合えば物質世界で再び出会うことができるでしょうですって。私たちは多くの人を助けながら精神的に成長していくのですと。すごい素晴らしいですね、こちらのご先祖様。ね。私たちは多くの人を助けながら精神世界に成長していくのですと。すごい素敵ですね。いつも一緒だと。なるほど。素晴らしい。ご先祖様でした。ではこちらから見ていきたいと思います。許してっていう。ご先祖様にから、分かりました。なんかね、許して許すっていうことですけど、こちらが現世のあなたで、なんかね、ちっちゃい時とかになんか辛いことがあった、悲しいことがあった、その時助けてあげられなくてごめんねって、でも今からは助けるよって言ってる、うん、今までのことは許してねってご先祖様が言ってる、うん。でもこんな目を大きくね、かわいい目で開いて、あの時はごめんねって、今からちゃんと私、僕ユニコーンな、ね、あの目に見えない形だけど、あなたにあの裕福なね、なんかキクゴールドの愛情とね、裕福さを持っていくから、もう謝らないでって、ごめんねってので反対に言ってると思う。許してねって、うん、だからもう泣かないでって言われてます。はい、言ってる。はい、では次。あ、すごいすごい。あなたにインスピレーションを下ろすよって。綺麗な女性なんですね。すんごいなんか後ろに降臨みたいなのが出てますよね。すごい綺麗な、手から金粉、頭から金粉。これはインスピレーションやっぱ下ろすからねって。ちょっと見てみましょう。さっき、あ、すごいすごい、バスト。こちらの方はすごいインデペンデント。このカードも久しぶりに使いましたけど、これ本当もうインディペンデント、略して独立ですよ。あなた独立しなさいって言われてるよ、ご先祖様から。もしくは、うん、堂々と独立しても大丈夫だよって、ご先祖様軍団守ってるよって。まずそれまでに人も許し、まず自分を許して、でご先祖様に、なぜ僕がこんな目に遭ったの、そのことも許してねって、もうしないからねって、それは学びだったんだよってね。インスピレーションあなたに今下ろしてあげるから。こちらの方なんか独立、お仕事、起業とか考えてらっしゃるのかな。じゃあ最後これね、うわー、2番、うーん、ハーモニーって書いてますよね。ね、2番ね、受容性。はい、吉兆のテントウムシがいてて、やっぱり何かふっとこう、何か考えてらっしゃるような感じがする。
な、こちらの方がね、うん、大きな変化、大きな蝶々飛んでるし、でまあハーモニーだから人との調和とか何かそう不調和に、ならないようにご先祖様が守ってくれてるんだよね。うん、ちょっとこれ気になるからもう一枚だけもらいますね。どういうことですか。まあハーモニーを大切にしなさいよって、友人関係をこうなんか秘めくれた、大切にしなさいよって。うわあ、すごい、これも2人出てる。これ前1回引いたな。1本木があってそこにほら2人、ラブドもラブロマンスも取れるんですけど、スタン、ね、なんて書いてるこれ、スタビラ、サピエスタビリティね、これ女性と女性の顔か女性と男性の顔か、不思議な絵、ちょっとこれ拝見。なるほどね、これ安定っていう意味なんですね、はあ、安定するから大丈夫だよって言ってるんだね。うん、見えるかな、さっき映ってたのにね。安定するんですって。でもそれにはやっぱり調和をね、調和を取るのを忘れちゃダメだよってね、言われてる。うん、なんかちょっとなんか、うん、独立企業を考えてるか。じゃあこちらの方の、早いですが本日はご先祖様より、あ、ミッションが、ミッションクリアしてくださいね。ゴールドアスク答えです。22、これもツインです、ツインの数字22、2人でね、このゴールドミッション、ちょっとこれバックカードいただきます。コミュニケーションね、やっぱりなんか ご商売、これ独立って意味だし、うん、インスピレーションが今バーッと降りてきてるのと思う、この方何かしようとか。で、2人であなたたち誰ね、共同経営とか考えてらっしゃる方もいるかもわかんない、2人出てるから。で、コミュニケーションね、アクションとして行動ね、コミュニケーションのお勉強、うん、お勉強というか分かる方はあれですけど、まあ、接客業だったら接客についてとことん学ぶね、フランスレストラン、フレンチのお店だったらとことん学ぶ、ね、プロになってほしいって感じですね。こちらのご先祖様が言ってるのがですよ、プロフェッショナルになりなさい、どうせするならみたいな感じでした。はい、いや今日はこんな感じで、はい、ご先祖様ね、明日ね帰ってこられるので、26日までね行ってるのでね、熱いお茶でもね、お好きだったものでもね、お供えしてあげてください。はい、では、引き続きまして、こちら席、はい、 C 選んでくださいました、このカードの方リーディングしていきたいと思います。まず、あれ、あ、それね、1枚目、こちらは、音読させていただきます。まずピャッと開けます、ピョン、もう綺麗ね、お水出てる、うーん、 OK。 これ見て何か思う当たることがありますか。今なんか本を読んでる、うん、この英語読んで色を見て、はい、じゃあちょっとこれは温度、これすごい青と青似てますね、青と白、色似てますよね、シンクロ持ちですね、 C の方、はい、はい、読みます、すぐ出てきました、はい、I、私はここで学んでいますだって、これは天から聞いてます、はい、学ぶことが大好きだった私は、あなたのご先祖様ですよ、学ぶことが大好きだった私は多くの物事について知っていると思っていました。でも三次元の世界を超えた場所にいる今の私は、美しく完全な調和に基づく神羅万象の中で物事が
起きる本当の仕組みを目の当たりにし、息を呑んでいますと。私の学びは続いています。神の御心を完全に理解することはできてはいませんが、昔と比べて視野がはるかに広がりましたと。本当に素晴らしいのです。あなたも私も想像をはるかに超えた存在です。一つ言えるのは、自分自身を含めて全てがとても大切であり、全てに対して感謝すべきであるという事実です。あなたも私も人間は誰もが神の聖なる創造物です。自分自身、そして他の人たちを大切にする気持ちが神を称えることにつながります。もちろん私はあなたをとても大切に思っていますっていう最後の章です。もちろん私はあなたをとても大切に思っています。すごい、これもね、今ふっと思ったんですけどね、絵だけで見たらね、インサイトって書いてますけどね、本にお水、これ上にお水、お水じゃないわ、本ね、これ何でも揃ってるんですよね。これマジカルトゥース、手品というかマジシャンですよ、魔法使いです。だからね、おそらくね、こちらの方絵から見て、もしこういう SNS でも今だったら、あと本当に作詞作曲だとか、あとね、本当に作家になりたい方、もしご覧になったら、本当にそれ間違いなく天職だと思うんで、こんなこの2枚はなかなか色もそうだし、なかなかのシンクロだと思います。で、これは本当にあなたは何でもできる、魔法を使えますからね。あなただけの持って生まれた才能が、だからすごくご先祖様からすんごいいただいてる、こちらのご先祖様すんごい勉学が達者だった方だと思う、賢者、賢い方だと思います。お医者さん家系とかね、まあ何かの専攻特別分野のなんかされてた方とか、そういうことも考えれますね。はい、じゃあ引き続いてパッパと見ていきますね。この方ユニコーンに、おお、素晴らしい。これね、はい、絶対にイエスっていうことです。もう間違いなくイエスなんですって。もう絶対にイエス。あなたが今心に留めていること、あなたが今やろうとしていること、このお勉強だとかね、だったらあなたはもうこれもう間違いなくイエスなんで、そのまま突き進んでくださいというご先祖様からのご伝言。もう一枚。そしてそれをね、やっぱりこの方なんか物書き、本を読むのが好き、それをぜひシェアしてくださいね。若い子、老若男女問わず、はい、もう動物ももうシェア、もう言葉でシェアね、こうやって魔法のこう上から天から降ってくる言葉をかけれる人がだから読めれるし、それをこれピュアってやっぱ水出てるから、これをシェアしてあげてって。これもお水流れてるでしょ、これ間違いなく絶対にイエスということなんで、それをシェアしてくださいってご先祖様から結構きつく言われてる。これは C の方結構きつく言われてる一番、はい、あ、すごいね、これほら、なんか C の方すごいわ、守りがね、すごい守りというご先祖様めちゃめちゃ伝えてって言われてる私、はい、スピリットガイドね、はい、あなたの もう出てきました、スピリットガイドがあなたのまさにご先祖様ですよね。スピリットガイドに、まあ、日本語で言えば守護霊だとか指導霊とか、あなたのご先祖様がスピリットガイドの一人としていらっしゃるということを証明しに来てくださいましたよ。あなたが一人の時でも常についているからねって。でもね、このね、ガイドさんとかってね、例えば、まあ、でずっとそんな四六時中ずっと見られてるのとかって思うじゃないですか、こういう天使の話とかこういうことして。でもね、天使とかそういうものって次元が全然違うので、この方もこう
ご先祖様でも工事に行かれた方なんで、で、あのそういうね、あの四六時中、まあ、例えばラブラブしてるとことか、そういうのとこには行かないんで、安心してください。これね、ずっと前にね、昔々ヒョンで読んだときに、いつか言おうと思ってたんですけど、これ、今、私が言ったことを、ちょっと上手に言える方、よかったらコメントで教えてください。こういうふうに言ったらどうみたいな。はい。すごい、だから宇宙から常に守ってるよって、ね、あなたが寝てる時もねって、うん。ずっと守ってるからねって、スピリットガイドとして守ってるよっていうふうに言ってる、これは。素晴らしい。はい、こちら女神のカード。すげえ、女神フレイヤーや。すごい、すごい。C の方、すごい。ボールドね。もう大胆ですよ。ちょっとこれ見せてね。久しぶり。私、フレイヤーもよく弾きました。うん、ねえ、大胆な、あなたの冒険心を解き放ちましょうって。リスクなんか気にしちゃダメ。もうあなたはもう大胆でしょって、ご先祖様から。もともと大胆な方でしょう。ね。何回も言うけど、目がこんなに目力あって。いけーって言ってるよ。もっと大胆なんだから、大胆に行けーって。もっと冒険しろ、アドベンチャーしろ、生きてる間が花なんだぜ、みたいな。そんな歌あったよな。生きてる、はい、すいません。声がガラガラまだ今日も。はい、ではこちら最後のグラティチュードカード、感謝のカード。これ、絵だけ見たいと思います。ぴょん。絵だけって言ったけど、え、なんていうの、ちょっと待って。えないね。コンファイ、コンフィ、やめておきます。いつも後で読めるんですけどね。はい。簡単な単語だ。なんかひそひそ話してるみたいに見えるね。これ前引いて、私ちょっと英文のやつ訳して読んだんですけど、全然違うこと書いてたんですけど、私 A から入りたいと思って、ちょっとこれ拝見します。目視で。うん。言葉は完了って意味でした。ね、なんでこんなにコソコソしてるような、コソコソしてるね人嫌いなんですよね。個人的感情言ってますけど、ひっそりはいいんですけど、コソコソ声でコソコソ話する人とか、陰でコソコソこう、あの子はね、あの人はねとかっていうのがあんまり好きで、まあある程度みんなね陰口ってあると思うんですけど、人間って私もありますよ。とか、あるけど、こんな名刺意地悪で、ねそねそ、ねそねそ、みたいなのない。嫌い。でもこれ、完結しますよって何か。なんか、これ絶対に、あなたが今やってること間違いなく、絶対にイエスって言われてるからね。それも強くイエスですよ。ストロング。あなたが質問した answer to your question is a strong yes. Strong yes ですよ。強くイエス。で、間違いなくイエスですからって言われて、その代わりちゃんとシェアしなさいって、結構手厳しい。なんか、先生家系って感じ。で、マジシャンですから、マジック使えるからね、ご先祖様。C の方熱いわ。これもなんか、すごい過去性にも見えるけど。うん、分かった。もうこうね、私が今言ったようなこの意地悪になったらダメだぞって、うん、なんか男性に言われてる感じ。こんなね、こそこそね、あの子はあんなボロボロの服着てフフフとかねえっていうのはなるなよって、これにはなるなよっていうのを言われてる。こうやってパーティーがあってもね、あなたはこれだ、このね、ここにいてる少女、うん、ここで寝てるあなた、いろんな人間がいてるけども、この世の中にはいてるけれども、それはこうね、そう、あともう一つ来たのが、こうやってこそこそ言ってるのは、これは煙から出てたあなたの妄想だけかもわかんないって、
今もしかして誰かに悪口言われてるんじゃないかって気にしてないかと、ご先祖様はあなたに。はっと寝て起きた時に、なんかあの人に何か言われてるんじゃないだろうかと、気にしてないかって、この方男性やですね、あのご先祖様が。何にもそれはこの煙から出た嘘のまやかしのあなたを強くするために、我々天使軍、天使じゃないや、ご先祖様軍団がわーっとあなたが寝てる間に、こうやってほら寝てる間にね、分かった、寝てる間にあなたに試してるんだよって、これは現実の人じゃないからね、そして境界線を張るんだよっていうのも言われてる。こういう人たちを目見たら分かるでしょう、ほらこちらの方大体目見たら分かると思う。こういうことをこそこそ話してる人って顔に出ますよね、人間って。人相に喉詰まった。あなたが寝てる時の夢、うん、こっちに行っちゃダメだよって、あなたはこっちの白い、ね、自由にしなさい、私の手見てくださいって。あなた結婚したかったら結婚できるからって、どんどんいい夢を見なさいっていう感じでした。すごい語りました、不思議の方。はい、ではこちらで最後締めさせていただきたいと思います。素晴らしいね、 C さんの、ご先祖様、なんか海外の方かなって思わすぐらいなんか飛んだ。はい、あなたへの今のご先祖様からへのメッセージ、以前からもどっかにハーモニー出てたな、あれはこの C の方じゃないな。はい、2番ハーモニー、私たち、これはもう私たち、ご先祖様と軍団と2人でハーモニーを取るのもいいけど、これも2人のハーモニーを仲良くするんだよって、喧嘩なんかしちゃダメだよ家族でね、嫌だったらもう切ったらいいからって感じ。でも2人のハーモニーシェアしてって、2人でシェアしてって、あなたが今行っていることは間違いなくイエス、強くイエス、必ず強く必ずイエスだから。あなた何か尋ねましたか。で、大胆に行きなさいって、もう楽観的に大胆に行くんだよって、うまくいくからって、こんな悪口言う人なんかほっとけ、とにかくあなたはシェアする、ね、これは可愛いかと、これはねすごくエネルギーでも綺麗なバラ出てるでしょ、こういうふうにこういうふうにシェアするんだよって、綺麗なピュアな気持ちでシェアしてあげてねって、ピュアな綺麗なことをシェアしてって、こういうバラのような綺麗なものをシェアしてって、センスを磨いてって、あなたのセンスを磨いてほしいみたい、洗練であってほしいみたい、だってすごく洗練された感じの方ですもん。これもね、スピリットガイドね、2人のハーモニー言えばスピリットガイド、まあ本日はねご先祖様ですけど、ご先祖様イコールハイヤーセルフかもわかんないね、スピリットガイドのみんなともハーモニーだよ、調和ね、大胆に言ってくださいということでした。はい、では今日はこちらで、ABC3 選択が終わります。はい、ではね、ありがとう、皆さんのねリーディングが本日は終わりました。じゃあ簡単にバックカードいきましょう。久しぶりに We are soul Matis Matis プルメリやってる、チェンジやるよ、なんか、はい、なんかことが変わるって。あ、すごい、ほらコミットメント常にしてるからねって、ご先祖様とあなたとは常にコミットメントしてるからね、つながってるよって、何かあったらご先祖様に助けを求めるんだよって。あなたが幸せだったら天国の方も幸せなんですよ。あなたが何か辛いことがあったら天国の方がもう辛いんですよ。だからあなたがお腹空いてて何か食べるもんがないと思ったらお供えしてあげてください、食べたいものを。おはぎだったらおはぎとか、じゃああちらで召し上がられてあなたも食べれることになるんですよ。わかりますかね、下手くそな説明で。同調してるわけですよね、うん、これはもう私も10代ぐらいからずっと気に
なってたというか自分で分かってたことです。はい、次、あ、すごい、グリーンダーラ来てくれましたよ。この方もやっぱスタート、ちょっと見してね、久しぶり、グリーンダーラ。あ、素晴らしい。もうね、これはもう全てをグリーンダーラがねスタートしても全てを他人に任す、あ、自分で一人、自分一人でやるんじゃなくて私たちにヘルプしてって、すごいね、ご先祖様方とかこうね、まあ、ご先祖様で撮ってるからご先祖様たちに、あ、おじいちゃんおばあちゃん助けて、まあ、亡くなったお父様お母様、亡くなったパパ助けて助けてって言ったら来てくれるから必ず助けますって出てきてくれたからね、ということ書いてますからちゃんと。はい、ではこちら見たいと思います。あー、これもこの間出ましたね、すごい枚数あるのね、これ。あー、これはいろんなあなたがいてるんですよね。でもこれ今日はご先祖様リーディングだから、いろんなねご先祖様がいるよっていうことを教えてくれてるんだ。たくさんいるよ、とりあえず4人はついてるからねって教えてくれてる、うん、1,2,3,4 体は あなたの味方、すべて味方の、あなたがちっちゃい頃からずっと今も守ってくれてる人は最低4人ついてるよって教えに来てくれました。で、お花備えてあげてほしい、1輪だけでもいい、外からねちょっと紛っていいところだったらね、人のうちのお庭とかのダメだと思うけど、小さい、何タンポポとか今はないか、なんかいいから、なんかお花一輪だけでもいいからね、こう添えてあげてくださいね。私もそうしよう、26日までね。はい、ということで、あとこれだね、はい、最後、わー、すごい、みんなに可能性があるよって、ほしい、すごいね、やっぱり天界の方たちって、ご先祖さんはみんな私たちにはこんな色、情熱の、これもう超マゼンタピンクです、赤っぽく映ってるけど、アスク、答え、君たちには可能性があるっていう6番って教えてくれてます。はい、これ読みましょうか、時間大丈夫かな。はい、読みます。すごいよ、これ私さっきソウルメイメイメイなんとか言ってましたよねごめんなさい、喉が。はい、これ私たちはソウルメイトですって、すごいね、チェンジ、これソウルメイトと出会うんだ、これも、はあ、すごい。で、可能性はあると、はい、6月来年の、はい、読みます。私たちの人生が交わったのは偶然ではありません。私たちは同じソウルグループの出身で、共通する人生の目的を持っていました。私たちは、同時期に地上に生まれ、人生を通じて助け合いながら成長し、学び、そして愛するよう運命づけられてきました、いました。時として忍耐力やお互いを許す気持ちが試される痛み、大きい状況もあったでしょう。私があなたに痛みを与えてしまったことがあったなら心から謝りますって。私はどの瞬間も最善を尽くしてきましたけれど、自分の力をほんの少ししか出せないっていうこともありました。あなたが私への怒りを捨ててくれることを心から願いますって。泣きそうやね。それは私のためではなくあなたのためになります。そして私が何らかの形であなたの成長と学びに役立てたことを心から望、役立てたことをね、心から望んでいますって。私たちはソウルメイトですって。もうこれでも天界天国へ行った方のお手紙、デッキなんで、ね、ソウルメイトの方は旅立ったかもしれないね。そういうのはあると思いますよ、もちろん死別された方とかね、うちの母と父のようにね、はい、そういう感じでした。でも本日はなんかすごい語った、ね、珍しくいつもツイッターとかにねバックカード出すんですけど、なんかチェンジ来るよ、
いいですね。では、まあ、ちょっとでもなんかためになった、面白かったなと思ってくだされば、私は全身全霊込めて、噛みまくりでいつも下手くそですけど声もなんかカスカスだし、全身全霊込めて、拝見させてリーディングさせていただきました。きっとみんなに幸せが訪れると私は信じてる。私もね、みんな一緒だ、みんな仲間だ。はい、ではイエーイ、ありがとうございました。サンシャーキャノでした。マッハロー、バイバイ、ありがとう。これをチェンジ、コミットメント。